内海の和は、松本清張の小説。週刊朝日1968年2月16日号から10月25日号に、黒の様式第6話として連載され、1969年5月に、中編集、内海の和収録の表題作として、公文社から刊行された。連載時のタイトルは、無敵の街。1971年に、小築で映画化。 また1975年1982年2001年にテレビドラマ化されている。小説の舞台の一つとなる蓬来郷の地形東京の Z 大学に勤務する考古学者、高村宗さんは愛媛県松山の洋品店主の妻である西田美奈子と不倫関係になっていた。14年前、美奈子は総産の兄嫁であった。美奈子の現在の夫、慶太郎は 不能な老人となって久しい。落ち合った、荘山と奈子は、広島県の尾道で宿泊したが、火のついた奈子は、自分が松山の家を出ることを主張し始める。スキャンダルで、考古学会から葬られることを恐れる荘山。有馬温泉に移ると、奈子は、自分が身ごもっていることを告げ、荘山の子を産むと宣言。絶望に落ちた、荘山は、ついに視野を固める。 1971年2月10日に小竹系にて公開された。現在は DVD 化されている。キャストタ、スタッフロケ地風景だけのシーンではなく、俳優参加のシーン。断崖のシーンはラストではないものの、全国の継承地、恋愛がもつれ、主人公がエリートコースを守るため愛人を殺す設定など、後の2時間ドラマの基本フォーマットネタが使われる。 岩下島は1960年代からの人気女優であったが、中尾明も当時テレビ、映画に引っ張りだこの人気俳優になっていた。中尾は毎日思わぬ観光旅行ができる上、日本一の女優さん相手にラブシーンができるなんて、とロケを喜んだ。三国連太郎は、妻の全身を撫でることしかできない性的不能者の役だが、三国は、 愛欲演技のリアリズムで定評があり岩下も覚悟を決めていた。岩下の肩を噛むシーンがあり、三国が本当に噛みついていいかと岩下に聞くので、OK ですと言ったら激しく噛みつき撮影中断。さらに指を岩下の皮膚に二度触れた。三国は東映在籍時代の越後津水塩や淵で、 佐久間良子の皮膚に触り、佐久間は三国と一切口を聞かなくなったと言われる、常習犯だったが、本作では三国の方が照れて、有料史社会には姿を見せなかったという。松本成長の内海のは、1982年4月17日21時2分 -22、53、TBS 系列のザ・サスペンスは国手放映。視聴率18.7%。 現在は DVD 化されている。キャストスタッフ、松本成長スペシャル、内海のは、2001年3月27日21時33分 -23、24、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場は国て放映。現在は DVD 化されている。ラストの犯行の決め手になる、小道具が原作や映画版と異なる。 キャストスタッフロケ地風景だけのシーンではなく、俳優参加のシーン。ありがとうございます。